今回のマインクラフトはいろんな実況者さんのトーテムが使えます。こんな危険な穴、あー無重力になった。はい、なんと、馬さん、はい、ついた。これはやばい。目標はエンドラ討伐。よろしければ最後までご覧ください。それではグッドラック。皆さんどうもこんにちは、ヤギです。今回はですね、いろんなマイクラ実況者さんがトーテムになってるマインクラフトです。毎回ね、自作モッドで作っているんですけれども、動画投稿も非常に遅くなってしまって申し訳ないなと思っています。ごめんなさい。ね、もっとね、動画上げてほしいっていう人も、上げすぎて体壊さないでねっていう人も、もしよろしければチャンネル登録&高評価してくれると嬉しいです。早速トーテムが、待て、お、村があるね。今回ね、トーテムをまずどうやってゲットするかっていう感じなんだけど、敵のモブを倒さなきゃいけないんだよね。スケルトンとかゾンビとかクモとかを倒さないとゲットできないので、地下にね入っていこうかなと思っているんですよ。このベッド1個もらっとこうか。うわ、1個もらってたわ。うわ、てかとりあえずキー掘ろうか。あ、キー掘ってるわ。やばい、最近ね、おじさんになってきてるから俺、丸石ちょっとないから、この井戸からもらおう、この丸石を。今回ね、なんと11体のトーテムが追加されているので、今回かなり気合入ってます。ちょっとね、楽しみだね。よし、これで、ちょっと、入っていこうか。こいつやっとくか。ほらー、早めにね、モブ見つけたいんだけど。あ、いる！スケルトンが早速いますね。で、トーテムが出る確率は、50% だから、もしかしたら、あー、なんも出なかった。全然こういうことがあり得る。あー、今回ハードだからちょっと、やばいね。早速、量がやばい。はい。あ、出ない。あ、出ない。出た？出てない？ふっ。あれ、出ない。めちゃめちゃ運悪い説出てんな。盾作ろう、今回。トーテムをゲットするまではちょっと怖いからな。斧もう一個作っとこうか。鉄の斧をちょっと作っとこう。石の斧でちょっとこれ、解体しよう。村のど真ん中に洞窟あったじゃん。あ、いる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 。次こそは出てくれよ。はい。オッケー、うまい。はい。出ない。あ、ある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 。あそこはさすがにいるんじゃない？ここ。あー、ない。帰ろう。お願い、次こそは。あー、あー、待って、もうそろ夜になるじゃん。嘘でしょ？あ、クリーパースポンして、もう夜か。爆発しないで。はい。爆発しないで。はい。お、来た！お、出ました！ユアンくんトーテムが出ました！書いてあるね。めっちゃ危険って書いてあります。まあ、これはユアンくんのチャレンジ精神がね、これ元になってます。トーテムってやっぱ持ってる状態で死んだら発動するものだから、このままね、ちょっとやってみようと思う。ふっ！うわ、死にきれなかった。お願い。ドン！来た！なんと、こんな感じで、下にめちゃめちゃ掘ってくれます。めちゃめちゃ掘ってくれるんだけど、うわ、来た！次のトーテム来た！無重力になる。犬たぬきさんのトーテム、ゲットしました。見ての通り、ちょっと待ってください。ほんとに待って、ねえ、こんな危険な穴、おー、無重力になった！うわ、上に飛んでった！ユアンくんのトーテムは、ちょっとマジで落ちたら、やばいから、結構危険なね、トーテムなんだよね。すげえ、空中浮いてるよ。空中歩いてますね。いやーもういきなり、いろいろ起こりすぎて、ちょっと、ダメなんだけど。洞窟に繋がってるっぽかった、あった待って、死ぬ。本当に死ぬじゃん。完全にね、もう敵を倒すためだけに。あ、なんか、ウォーターチャレンジさんのトーテムが、あったー。これ、なんか多分、この狼が、多分殺してくれたんだよね、なんかのモブを。これはね、ちょっと激アツすぎるトーテムです、これ。ちょっと、やってみようか。いくよ。うわー、すまないって書いてあるね。そして、周りのモブを一掃してくれる。そして、オラフくんとドズルさんのトーテムゲットしたね。あ、ユアンくんのトーテムもゲットしてるわ。めちゃめちゃ噛み噛みすぎてやばいんだけど。ドズルさんはちょっとトーテム使おう。はい、ついた。これはやばい。ドズルパワーがつきまして、ランダムな食事出てきます。めちゃめちゃゲットできた。そしてまたドズルさんのトーテムゲットした。エンチャントの金リンゴ42個に、ステーキ36個に、金人参35個に、ステーキ33個っていう。もう一回さ、ドズルさんのちょっとトーテム使うか。はい。ここら辺全部集めて、はい、オッケー。そして、オラフくんのトーテムちょっと持っとこうか。なんて書いてある？凍える弾を発射するって書いてあるね。だからすぐやり合うなって。全然俺のこと攻撃しないじゃん。仲間ありすぎじゃない？ちょ、行きます。次ぐらいで。おー、来た！ボボ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 。凍える弾を発射できます。これ、敵今一掃したね、目の前にいたやつ。すげえ、今回トーテムに一生困らん。トーテム持ってれば大丈夫だから。オッケー。下に掘っていって。マジで楽しいな。めっちゃブロック手に入ったね。ほら。お、なんか出たな、今。ヒカキンさんのトーテム出ました。これマジで強いよ。次は自殺してみよっか、一回。絶対死ねる距離まで。矢の量やば。クソみたいに矢ついてんだけど。じゃあ行きます。落ちるぜ！ほら！あ、生き残ってしまった。あとは任せたぞ。スケルトン部隊。さらに矢が増えるけど。はい、出た！なんと、1000万パワー発動！なんと、金とダイヤモンドと鉄がめちゃめちゃ出るっていうトーテムですね。もう矢の量やばいからマジで。じゃあちょっとオラフくんのトーテムもう一回使って。
来い。ボー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 。ああ意外と威力はないんだね。なんか俺のスコップ持ってない？それ俺のスコップじゃなくて。今回すごいスピーディーで楽しい。ああ俺がね欲しいと思っても全然出ない。次こそは発動させる。ふわ発動した。洞窟行く必要ない。そして常に俺に矢が刺さっている。いつ消えるんだこれは。ダイヤの装備を作っちゃいます。ダイヤフルになりました。ネザーに行きたいんだけど、なんと今回ネザーに行くトーテムもあるんですよ。ビリジャーの基地がある。あそこ行ってみようか。エンチャントされたクロスボウ持ってる人いる。お前すごいガチじゃん。あーいやもう夜になってきたよ。このシード地地下ないかも。おいドズルさんだ。なんか偏ってるわ。ちょっと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 、あら次か。すまないっていうね。よいしょ。おお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 お、出た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 。死神さんのトーテムです。完全防御って書いてあるね。ふっ、おお死神さんのトーテムまた出た。ちょっとエンダーマンと戦ってみよう。本当に完全防御してくれるか試しましょう。はい、なんと、おお、ええー、馬さん見て、もう入れないエンダーマン。ほらこっち来てみ。すごいすごい震えがすごかったね。あ、逃げられた。おっと、エンダーパール出た。久々にこのアイテムを整理したわ。ふっ、おら！いや、これ装備いらない説あるな。もう、投げ捨てよ、これ。ふわぁ！あぼ！びっくりした。自分でびっくりしたわ。なかなか出ないから、ちょっとモンスタースポナー探そうと思います。おっと！これは？丸石ちゃん？おっと、見つけた！お、量やば。これで一発よ。トーテムを収穫するための、これ感じにしようか、これ。やばい、これ。こんなやばい。効率が悪すぎる。もうトーテムのゴリ押しだよ、もうここまで来たら。やばい、これ。ちょっと。待って。あー。お？全部消えた。やりたいのが一生できない。ちょっと待って。2000 years later。お、見つけた！やっと！え？なんか、いきなり確率が操作されているのか何者かに。わかんないですけど、行きました。適当に作った。おお、来た！園長さんのトーテム来ました。次元間移動ができるトーテムですね。ヤギさんのトーテムはランダムのトーテムを召喚してくれます。いいよ。いいパンチ。ふい！お、今、出たね。マイゼントーテム。最強タッグを召喚してくれるマイゼントーテムをゲットしました。あと一発。あと一発。え、なんで殴らないの？あと一発だよ。え、嘘。おう、来たー！いただきまーす。股間から出てない？これ。大丈夫？使っちゃおっか。ちょっと強すぎるけど、これ。ふい！ということで、なんと、マイッキーと全一が出ましたね。で、これが、めちゃめちゃ強い。これね、ちゃんとね、顔が全一さんになってるんですよ、これ。マイッキーさんは、なんか背中にハートがついている。出た瞬間に、うわぁ、ボコボコにされとる。水止めちゃおう。ちょっとヤギさんのトーテム何個かゲットしたから、死にに行きたいと思います。両手に持っとくか、こうやって。片方使って、ウォーターチャレンジさんが出たね。来た！お、来た！園長さんのトーテム！トーテム落ちてるかな？あー、ウォーターチャレンジさんのトーテムが落ちてるぐらいか。マイッキーさん？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 オッケー。いや、ちょっと怖いって。園長さんのトーテムちょっと使いたいなと思います。いくよ。あと一発。ふい！ここから、なんと！ネザーに行くことができます。しかも、ゆっくり降りていける。プレイがね、普通に上手いから、ネザーまで連れて行ってくれます。そしたら、ちょっとこっからね、こいつにちょっと殴ってもらって、これで無重力の状態で、ちょっと向こうまで行こう！完璧すぎる！ピグリン要塞発見した。犬たぬきさんのトーテムがもう一個あるから、行くぜ！これで燃えたままレッツラゴー向こうに走っていくよ。痛そうだな。おい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 。うわ！いや、このベッド怖っ。ビグリン要塞にこんな、こんなさ、自分の敷地作っちゃって大丈夫かな？こっからこうやって道伸ばしていこうか。なんとか、ネザー要塞にたどり着くことができました。ここでね、ちょっとあるアイテムをゲットしたいんだけど、来た、ブレイズスポナーはどこにあるかな？ふい！よっしゃー、いきなりブレイズロット1本ゲット。待って、痛い。マジで死ぬ。あー、死んだ。ユアン君のトーテム危険すぎる。ちょっとそんな簡単に使えないな、これ。待って、ウィザー。ウィザー。うわ、うわ、うわ。なんか後ろすごいことになってた。これ、ここで引く？いけいけ、治れ。おわ、来た！双葉さんのトーテムゲットしました。これがめっちゃ強い。めっちゃスケルトンおるじゃん。スケルトンの。やばい。スケルトンがバカすぎて。スケルトンがバカすぎてやばい。みんな落ちてったけど。イザスケがいる。ちょっと倒してくれ、俺のこと。来たー！なんと今、装備で、覆ってくれました。エンダーパールと斧が、ゲットできる。斧持っといて。うわーっしゃ。ブレイズスポーナーあんなところにある。ほら、はい、気をつけながら行こう。いいダメージ。ナイス！これでちょっとエンダーパールゲットしちゃって、9個もゲットしてる。よいしょ。ほら出た、18本。もうちょい双葉さんちょっと通っても欲しいから、ビザースケルトン倒しに行きます。殴って。殺してみ？ほらー、これで双葉さんのトーテム何個かゲットしたな。これでじゃあちょっと園長さんのトーテム使って帰ろうと思います。落ちて！あ、ダメージ食らって！園長さんのトーテムが？来い！
ちょっと待って、マジで見えないけど、なんも。マジで見えないけど、園長さんのトーテム使って帰れるんですよね。はぁ、よかったー。ほらー、えい、オッケー、足りたね。これ余裕で足りたね。オッケー、エンダーアイ16個。これで多分足りそうだから、ちょっとトーテム集めながら、行こうか。娯楽場さんの中でペントさんだけ追加できてないんだけど、ペントさんDM に返信がまだ来ていないので、ちょっともしかしたらね、今後、もしかしたら追加できるかもしれないです。おし、来た！見つけました。だからここだから、ちょっとここに立てておいて、今のうちにちょっとたくさんモブ殺して、たくさんアイテム集めよう、トーテム。おっと、嘘でしょ？ハスクが今、モーターチャレンジさんのトーテム拾って、使ったよな、今。これ、ちょっと巻き込むよ、みんな。俺のこと攻撃して、オッケー、入れた！こん中に、巻き込んだぞ。ユアン君のトーテム強いな。これ、いいね。ちょっと一応エンダーアイもう一回投げて。はい！下に下がっていく！来た！着きました。よいしょ。え？やばいよ。今日着いた！着きました。壊して、エンダーアイをはめ込む。よし。もうこんだけトーテムあれば、多分大丈夫だと思うから行っちゃいます。よーし。上に上がっていこう、とりあえず。はい。ジャンプ。めちゃめちゃ強いぞ、この二人。いけ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 。おー、すごいスピード。もういいや。ボーン。うわ、すげえ、黒曜石も掘れちゃうの？あれ？完全に積んでないか、これは。ちょっと痛い。死んじゃう、死んじゃう。アップな、ボン。おーし、ナイス。ここぐらいじゃない、覚悟。おら、当てるね。はい。ここは落ちちゃおう。はぁ、おら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 。あれ、消えた。あ、エンダーマンってそういう、投げるものに当たらないのか。これ、ユアン君のトーテムで、こいつらちょっと下に落とすしかない、これは。トーテム使って、おし。はい、バイバーイ。これ壊して、ボン。うらぁ。ハギさんのトーテム持って、ボン。待って、痛い。おら、破壊して落ちるしかない、もうこれ。ちょっと死神くんのトーテム使おうか。待て、死ぬ、死ぬ、待て、おぉ、うわ、完全にエンドにお家作っちゃった。こいつのせいか。おら、やべ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 、危ね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 。よし、俺は決めた。すまない先生のトーテムを使って、エンダードラゴンを倒す。あった、やば。おら、すまない先生のちょっとうまく使えなかった。君たちさ、その砂運んでない？砂運んでるから一個ずつ落ちてんでしょ、あれ。作戦は、エンダードラゴンの目の前で死ぬ。ちょ、やばい、やばい、やばい。待って、これもったいないから、ユアン君のトーテムに入れ替え。よし！いけるかもしんない、これ。すまない先生のトーテムを持って。おら！これで？うわ、エフェクトなかったけど、すまない攻撃で、エンダードラゴンをもう、消し去りましたね。園長さんのトーテム使ったらどうなるかちょっとやってみようか。トン、トン、トン。くるって回って、帰れたということで、今回はですね、いろんな有名実況者さんのトーテムを使ってマインクラフトをクリアしました。ね、もし面白いと思った方はチャンネル登録&高評価よろしくお願いします。それではね、皆さんまた次の企画でお会いしましょう。またちょっと時間ね、空いちゃうかもしれないんですけれども、よろしくお願いします。それではさよなら。バイバイ。